い、では組み立てる前に主なパーツの重量を測っていきたいと思います。まずは、デュラエースのクランク、こちら測っていきましょう。628g ですね。はい、次に、カーボンサドルですね。こちら 99.5g になりますね。はい、次がブレーキですね。これ DNI のフェザーブレーキというものですね。こちら前後で、213g。これブレーキのシュー付きなんで結構軽いですね。シュー抜くと多分 180g ぐらいになると思います。次がプレッシャーアンカー 33.5g。 はい、他次いきましょう。STI レバー、こちらが、デュラエース DI2 のですけども、左右合わせて232g ですね。はい、次が、リアディレイラー DI2 のデュラエース9070のリアディレイラー 215.5g ですね。はい、さらにフロントディレイラー DI29070 ですね。110.5g。 はい、他は、ディア2のバッテリーですね。ちょっと今ゴムつけてあります。 55g ですね。ハンドルいきましょう。ハンドル今、ハンドルにガーミンのステンがついている状態なんですけども、ボントレーガーの XXX のカーボンの、ステムとハンドルが一体になったものですね。こちら 263.5g ですね。ちょっといろいろついてるので多少重くなってるんですけども、これ純粋にハンドルだけだと 220g ちょっとになります。フォーク、フロントフォークですね。フロントフォークが、282.5g。 これかなり軽いですね。普通フロントフォークだいたい 330g とか 40g なんで、ここでかなり軽くなってます。次がシートポストですね。シートポストが 192g、 カーボンの FSA の軽ホースですね。こちらもうちょっと短く切ってあればもっと軽くなると思うんですけど、ちょっと長めになって、多少重くなってます。はい、最後フレームを測ります。871.5g ですね。871.5g。 これ BB とか、DI2 ケーブルが入った状態なんで、多分それで 100g ぐらいいってると思うんで、実際は700台だと思います。かなり軽いですね。はい、では組み立てていきましょう。フレームは、フォーカスのイザルコマックスですね。ツールドフランスの2016年で、ロマンバルテが総合2位になった時の車両ですね。はい、ではまずフロントフォークをつけていきます。こちら、グリスを塗ってはめていきます。
プレッシャーというか、もう締めていきます。ハンドルを使います。はい、ステムのネジも締めていきます。まあこれは一応まだ仮止めに近い状態です。はい、ではシートポストをつけていきます。で、DI2 ケーブルをここにあるので、バッテリーを刺して、ポンプのキャンプをつけまして、これを入れて、両側から締めます。フロントディレイラーをつけていきます。まずここから DI2 のケーブルが出てますので、それをフロントディレイラーにピッと落とすまではめます。からネジを外します。はい、でここの隙間なんですけども、ここに3つ挟んで、
ちらもケーブルが出てますんで、ディアイレバーに、ディアイツケーブルを挿していきます。こちらですね、こちらもディアイレバーで挿します。はい、こちらもう一つの方も左側のレバーの方もこちらに挿して、こちら STI レバーにつけるディアイツのケーブルの長さなんですけども、基本的には30センチのケーブルを使ってます。ではハンドルに STI レバーをつけていきます。線のところで締めていきたいと思います。こちら赤いところで締めていきます。で、DI2 ケーブルなんですけども、まずフレームから入っているものをこちら真ん中に挿します。で、ハンドルから出ているものをそれぞれ挿していきます。ちなみにこのフレームに中古で買ったフレームなんですけど、もともとBB とあと中にこの DI2 のケーブルがついた状態、もう装着された状態で売ってたんで、そこは、作業としては省略してます。まあなんですね、DI2 ケーブル結構高いんですけども、そちらが入った状態で売ってたんで結構安く買えたかなと思います。ではブレーキをつけていきます。ブレーキは TNI のフェザーブレーキというかなり軽量なものです。なしで大体全部合わせて 180g という形なんで、リライアンスと比べても相当軽いですね。2000
のブレーキケーブルなんですけども、フロントとリア用があって長さが違うんで、フロント用は短くなってるんで気をつけてください。はい、こんな感じで切ってきました。ちょっとここで一度ブレーキのアウターケーブルをですね、ビニールテープで固定します。アウターケーブル短いと思うんですけども、なんでかと思いますと、こういう形でジャグワイヤーのアウターケーブル軽量のものですね、こちらを使っていきます。この3分間隔で締めるポイントですごいね、こういう形で、でこのこれを締めてここに引っ掛ける形ですね。で、ここで止まる。こちらですね。こちらを3形式ですね。ではリアのブレーキもつけていきましょう。
ではリアのブレーキケーブルもつけていきましょう。はい、ではチェーンをつけていきます。はい、とりあえず組み上がりました。調整とかはまだなんですけども、一応完成車の形になりましたんで、これで測っていきたいと思います。バーテープとペダルがなしの状態、それ以外は普通に完全に走れる状態になってますんで、これで測っていきたいと思います。まあ、6キロは余裕で、クリアしてると思うんですけども、目標としては 5.5 キロですね。 5.5 キロにどんだけ近づけるかっていうのが目標なんで、まあ、それ行くかどうかですね。では行ってみましょう。出ました。見えますかね。 5.29 キロ 5.3 キロ切ってます。 5.5 キロは余裕で切って 5.3 キロまで切ってます。これはすごいですね。めちゃめちゃ軽いですね。実はですね、これちゃんとまだ紹介してないんですけども、何が一番軽くなる原因かっていうとですね、ホイールがめちゃめちゃ軽いんですね。このホイールなんですけど、またちょっと別で紹介したいと思います。で、
この、軽いロードバイクでちょっとヒルクライムをしてみたいなと思うんだ。それでどんだけ、変わりがあるかっていうのもちょっと、試してみたいですね、実装の方で。その辺も含めて、まあ、動画にできたらなと思ってますんで、楽しみにしていてください。それではまた。